はい、ナオズです。今回紹介するのはトミカのゴーゴーアクセルサーキットです。中に入ってるのはまず部品ですね。一つ一つこんな感じで梱包されてます。これはいいですよね。でパーツ自体1個がすごく大きいので、まあ、かなりなんかボリュームがありそうに見えますけど、そんなに数は多くないです。で真ん中にあるのがこれがシューターですね。シューター本体になります。ちなみにこのシューターなんと電池がいらないらしいです。これびっくりですよね。先日紹介したの55ハイウェイみたいに結構モーター音がうるさいのかなと思ってたんですけど、まあ、電池がいらないということであればおそらくそのモーター音はしないと思うので結構静かに遊べるのかもしれません。楽しみですね。それからシールシートが1枚ついてます。結構な数のシールがついてますよね。ただ真ん中のこの看板ラベルのところ、あのスポンサーのロゴのシールみたいなのがついてますけど、このシールは上にあります。看板ラベルは好きな場所に貼ってくださいとあるので、まあいらない人は貼らなくてもいいよということだと思いますね。なのでまあここを貼らなければそんなに数は多くないのかなと思います。ちなみに今回の動画ではこのパッケージにあるような感じで貼ってみたいと思います。それとスペシャルトミカとしてホンダ NSX ベルニナブラックがついてます。でパッケージはこれ完全に白箱になってますね。黒い NSX って今まで出たことなかったですかね。なんか見たことあるような気もしないでもないんですけど、おーかっこいいですね。はい、開けました。これはかっこいいですね。ボディはソリッドの黒です。ですごく綺麗なボディでもうピカピカしてますよね。ルーフは、カーボン調に仕上げてあって、ちょっと触るとあのサラサラする感じになってます。でリア周りやっぱりあのボディが黒なのでテールランプが映えますよね。すごくかっこいいと思います。そしてフロント部分はこんな感じです。かっこいいですね。東京モーターショー2017開催記念トミカの、NSX、 これも結構黒みがかった色してましたけど、今回のスペシャルトミカは本当に黒いソリッドの黒になってるので、もう引き締まって見えますよね。すごくかっこいいです。そして説明書が1枚入ってます。それでは組み立てていきます。メインのシューターです。55アクセルサーキットのロゴが大きく入ってます。右がアウトのボタンで、左のこの青いのがイン側のレーンのボタンです。ボタンにそれぞれメーターがついてます。これトミカスピードウェイというシリーズらしいです。多分新しいシリーズだと思います。アウト側1番が手前側です。そして2番が奥側ですね。シューターの入り口部分、信号がついてます。これがスターターらしいです。シューターに入る直前のレールにチェッカーフラッグの模様が入ってます。でカーブの内側にトミカのロゴと矢印が入ってます。もう一組のカーブにも同じように入ってます。でカーブレーンの入り口と出口の外側にスポンサーロゴのシールがついてて、もう一組のカーブ入り口外側と出口内側にスポンサーのロゴがついてます。直線レーンにもロゴが2箇所入ってて、それが全部で3本です。カーブレーンを組み合わせてカーブにします。これが2組です。でそれぞれの裏側に支えを取り付けます。カーブによって取り付けるパーツが違ってます。続いて直線レーンを2つつなげて、それをカーブに取り付けます。同じく反対側も取り付けます。でシューター本体にも直線レーンを取り付けたら、こちら側にレーンカバーを取り付けます。でそれをカーブレールと両サイドで連結したら、シューターの入り口にスターターを取り付ければ、はい完成です。大きいですよね。トミカと比べるとこんな感じです。なかなかの迫力ですよね。ちなみにサイズですけど、横幅はパッケージには約1メーター8センチ、そして奥行きは約 52.3 センチと載ってました。で操作はすごく簡単で、まずこのスターターのレバーを上に上げます。あのスターターなんですけど、実質的なストッパーの役割ですね。で好きなトミカをここにセットします。
今トミカをセットしたのは手前側のこの赤いレーンですよね。01と入ってる方のレーンです。なのでこの赤いボタンを使って操作することになります。では試しに赤いボタンを押してみましょう。押すと音が鳴りましたね。これ何の音かというと、シューターの中にあるこのゴム付きのローラーが回る音です。もう一回押してみましょう。はい、回り始めました。結構なスピードで回ってますよね。ということでボタンを押してローラーを回転させた状態でストッパーを下ろせば、こんな感じで射出することができます。これが基本の動作ですね。まあ、というかこれだけしかやりません。ちなみに正面から見るとこんな感じですね。ちゃんとローラーのゴムがトミカのルーフに当たってるのが分かりますよね。これがしっかり当たってないと射出することができないみたいです。ということで逆に言えばトミカの高さがすごく大事になってきますよね。それで走ることができるトミカの条件というのがここに書かれてます。車高 27mm ということで、あまりにも背が高すぎるトミカは、さっきのローラーが動かないということでしょうね。で、ルーフやウィングの形状がデコボコしていないトミカ、これも同じ理由だと思います。それから車軸に曲がりや変形がなく、汚れやホコリなどがついていないトミカ、新しいトミカということなんだと思いますけど、これは後でちょっといろいろやってみようと思います。でこれらの条件をクリアしてても一部走行できないトミカがあるということで、この辺はダメみたいですね。なので走れるのは、いわゆるスポーツカータイプの車なんだと思います。ちなみにこの2019年から2020年までのトミカプラレールカタログの中に55アクセルサーキットのおすすめスポーツカーということで24台の一覧表が載ってます。ここに載ってるトミカはおそらく、ちゃんと走りますよということだと思います。それでは遊んでいきましょう。まずはストッパーを下ろします。次にトミカを1台2台止めます。そしてボタンを押してストッパーを上げると、はい、スタートしました。ここからはまずは連打していきます。止まりそうなのでスピードアップです。手が結構これしんどいですね。シューターを通るちょっと前に連打するといいみたいです。ということでラフェラーリと BRZ どちらもすごくスムーズに走ってくれましたね。ちょっと BRZ が遅めな感じしましたけど、どちらも新車の状態でちゃんと走ってくれたと思います。ちなみにこの2台はさっきのこのおすすめスポーツカーの中に入ってる2台になります。では続いてこの中に入ってるけれども古いトミカでやってみたいと思います。使うのはシビックタイプ R です。さっきのリストにはレギュラーバージョンのやつが載ってました。で、もう1台センチュリーを走らせてみたいと思います。条件は全てクリアしてるんですけど、さっきのリストには載ってませんでした。で、どちらも結構遊んだ状態のトミカです。手前がシビックタイプ R で、奥がセンチュリーです。やってみます。いい感じですね。センチュリーが止まりましたね。手がしんどいです。タイプ R は結構いい感じですよね。ということでおすすめリストにあったタイプ R、 これそれなりに遊んでるやつなんですけど、結構しっかり走ってくれたと思います。センチュリーは途中まで良かったですけどね、残念でした。ということで今度はタイプ R に変えてほぼ新品のセンチュリーで試してみたいと思います。
ということで、おすすめリストになかったセンチュリーですけど、結構しっかり走ってくれましたね。条件満たしてるのが大きいんじゃないかと思います。ただやっぱり新品の方がスムーズに走ってたような気がします。一応いつまでついてるか分かりませんけど、スペシャルトミカとして NSX がつくので、まあ、これで遊べばしっかり遊ぶことはできると思います。ただこのトミカを使わずに家にある遊び込んだトミカで、走らせようと思ってる人は、まあその状態にもよりますけど、このセットを買うときに、まあ、さっきのおすすめリストなり条件に合うようなトミカを新品の状態で買った方が間違いないかもしれません。それから音はそれなりに出ますけど、モーター音ではないので、遊んでる本人はそんなにうるさくは感じないと思います。以上、トミカの55アクセルサーキットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。